セクシーです。今回はね、アドバンスドサプライドロッププラスサプライドロップオープンの実況動画をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。現在ね、このサプライドロップ、これはマスタープレステージ12の報酬で1個プラス、あとの3個は試合中にゲットとして合計4つになるんだけどね。で、あとサプライドロップは3つ、合計7つなんだけどね。ちょっとストアの方から今回のアドバンスドサプライドロップストアから配信されてるやつをちょっと購入してみたいと思います。ちょっと5個をちょっと買いたかったんだけど、ちょっとどうしよう。今1000円しかないんだね、ストアに課金している金額が648円。ね、1080円だったでしょ、5個で、あ、3個でね、あ、5個でね、あと2円あったら5個買えたんだけど、購入する。3個買ってどうしようかな。4つ今あるんでね、新アイテムで。あれ？ 2 個の？おかしいな、これ。で、今買えないんでね、1個ウォレット残高が今430円しかないんで、これ買っちゃおうか。これなんで2つになってるのかがちょっとわけわからないんだけど。ダウンロードリストに見る。今ね、この3個のやつ10個まで買えるんだけどね、とりあえず3個のやつを1個で、1個のやつを1個購入したんでね、4つ、さっき4つあったんでね、これ4つ買ったんで合計8個あると思うんでね。アドバンスドサプリね、8個でしょ。どうしよう、別々で取っていきたかったんだけど、アドバンスドサプライドロップとこのサプライドロップは別々で、せっかくなんで一緒にちょっと交互に開けていこうかな。まずね、メインのこのね、アドバンスドサプライドロップをオープンしていきたいと思います。エリート出てください、頼みます。お、エリート止まったんじゃないか。ダブル XP、 あのエリートダブルかな、ダブルエリート、エアレックス160タクティカル、これは威力、命中率、連射速度、デフォルトで射程がプラス1、ハンドリングマイナス1、機動性がデフォルト。ナイジェリアンコマンド持ってたんじゃないかな、これ。ちょっとどうだったんだろう、持ってたと思うんだけどね、これ
ナイジェリアンコマンドエリート持ってねえのかな。ちょっとあるな。でこれはマリンキャバリーをどうなったのかな。ちょっとあるのかな。でもう一回ちょっとやってみようか。サプライドロップオープン。何が出るかな。エリートお願いします。お、これ持ってねえぞ。ホワイトアウトエリート、おーこれ持ってねえよ。おーいいね。アメリース、スイフト、エリンディステッド、意欲、デフォルト、命中率マイナス1、連射速度、射程デフォルト、ハンドリングプラス1、機動性デフォルト、クロスボウ、フロスティエンディステッド。で、あと、6つなんでね、ちょっと普通のサプライドロップちょっとオープンしていきます。オープン。エンディステッド。何が出るかな。でも普通のサプライドロップでもね、エリートが2つとか出るときとかもあるんでね、アトラス・ヤボーン・プロフェッショナル、救援物資プロフェッショナル、次の待ち開始4分後に永久物資中レベルスコアストリークまたは待ち中持続するパークが1つが届くということでね。あと2個。はい、サプライドロップ、アドバンスドサプライドロップオープン。何が出るかな。エリートお願いします。お、エリート、あ、持ってくるやな。お、エリート2つ出たんだな。アトラス 20mm スネーパーというかエリート、威力デフォルト命中率マイナス3、連射速度プラス2、射程ハンドリング機動性デフォルト、マリンエンディステッド、 KVA ビリーバーエリート。これは持ってたのかな。ちょっと持ってねえのかな、うん、はい、またね、アドバンスドサプライドロップオープンしたいと思います。オープン。何が出るかな。お、エリート、あ、これ持ってないぞ。これはアトラスエンジニアエリート、うん、これ持ってないよ。これこれはよく出るんだな。これな、これ、あ、カウボーイ、これは前出てたんだけどエクスペ変換したんだよね。これ HBRS3 カウボーイプロフェッショナル、威力デフォルト命中率マイナス1、連射速度射程ハンドリング機動性デフォルトでね。はい、あと4つなんでもう1回アドバンスドサプライドロップしてみようか。はい、オープン。はい、何が出るかな。エリート、頼みます。エリート、これ乗ってるんだよな。アトラスコントラクターエリートはな、ね、あ、ちょっとどうなったんだろう。これ持ってないのかな。これアトラスコントラクターエリート、ちょっと後でちょっとやってみようか。今何が出たのかな。これ、あ、これだな。これ持ってたと思うんだけど XP 変換してなくしちゃったと思うんだよね。これ ASM1レリアブルというのか、エンディステッド、威力デフォルト命中率プラス1、連射速度デフォルト、射程マイナス1、ハンドリング機動性デフォルトということでね。サプライドロップオープンしてみようか。オープン。何が出るかな。お、エリート、え、これでエリート出た時あるんだよ。 K5 にエリート予約出たな。1つは持ってるんだけど2つ目揃ったんでね、よかった。 K5なんちゃらほんちゃらエリート、これは威力命中率デフォルト、連射速度マイナス2、射程プラス3、ハンドリングマイナス1、機動性デフォルト、ナイジェリアモバイルエンディステッド、これも前出たと思うんだけどね、 XP 変換したんで、アトラスビジランテエンディステッド、よかったです。 K5 も2つ揃ったんでね。アドバンスドサプライドロップオープン。何が出るかな。エリート出た。お、これ持ってねえぞ。 KVA 2つ出たぞ。 KVA ビリーバーエリート、アトラスエンジニアエリートで、 IMR
なんちゃらほんちゃらプロフェッショナル、威力、命中率、連射速度、デフォルト、射程マイナス1、ハンドリング、機動性、デフォルトで、英国スコープが標準でついてるんでね、これ持ってねえぞ。ちょっと出たやつはちょっとつけていこうか。これ持ってねえぞ。サプライドロップオープンしようか。オープン。何が出るかな。ね、こうやって、あ、これ持ってるんだよな。センチネル、コバーテリーと。も同じやつは2ついらないんでね、XP 変換するんでね。KVA 回せなりエンディステップ。これもよく出ると思うんでね。普通のサプライドロップはもう全てオープンしたんで、あともこの、サプライドロップあと2個なんでね、オープン。アドバンスでサプライドロップオープン。何が出るかな。エリート、また同じやつだな。ホワイトアウト。エリート結構出るんだな、これ。うん。MK14、なんちゃらほんちゃらプロフェッショナル。威力、デフォルト、威力、命中率、連射速度はデフォルトで、射程マイナス1、ハンドリング、機動性、デフォルト。で、ターゲットエンハンサーがね、標準で装備されてます。ホワイトアウトエリート、これ今さっき出たんだよな。センチネル、エアボン、プロフェッショナル。これもたまに出るんでね。はい、残すところあと1個っていうことでね。はい、最後の1個、かなりいいレアなやつが出てほしいんだけど、アドバンスのサプライドロップ最後の1個をオープンしたいと思います。オープン。何が出るかな。エリートお願いします。あ、これも持ってたと思うんだけどね。アトラスエンジニアリート、バルニー7、マークスマン、プロフェッショナル。これもなんか前なんかね、出たような覚えがあるんだけど、これは威力、デフォルト、命中率プラス1、連射速度マイナス1、射程、ハンドリング、機動性はデフォルトっていうことでね、これも英国スコープが標準でついてます。で、ARX160 ヘッドショットプロフェッショナルはね、威力、命中率、デフォルト、連射速度がマイナス2、射程プラス2、ハンドリング、機動性をデフォルトってことでね。はい、今回オープンしてね、ゲットしたのはこのアドバンスドサプライドロップ8つに、8個にサプライドロップが3個だったかな。こう、この上、こうやってね。結構これは持ってたと思うんだけど、おそらく。これは持ってなかったんで、他のプレイヤーさんとかが試合中につけてるの見てね、これも欲しかったんだけど、なかなか出なくてね。よ、今回出てね、よかったです。これは持ってたんだと思うんだけど、最近出たと思うんだけど、で、これは、これもね、持ってるんで、で、これもおそらく持ってたんじゃないかなと思うんだけどね。で、これもね、エリート、持ってたと思うんだけど、エリート結構出てるんでね、これは持ってるんでしょ？これは持ってたかちょっと覚えてないんだけど、これは持ってない。これは良かったんで、エリートね、 K5 エリート、これは持ってないんでね、これは持ってないんで、エリートはね 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13個出てるんでね、良かったんじゃないかなと思います。ちょっと今後もちょっとお金に余裕があったらね、アドバンスドサプライドロップを購入して、あと試合中にもゲットすると思うんでね。で、またね、数が集まったらまた今回と同じようにアドバンスドサプライドロッププラスサプライドロップオープンの、ね、実況動画を撮っていくんでね、その動画もよろしくお願いします。はい、今回はね、アドバンスドサプライドロッププラスサプライドロップのオープンの実況動画になりました。あと、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。